いらっしゃいませ。俺の名前は下田。都内のとあるショップにてアルバイトをしている。この仕事は大好きだし、職場もいい人ばかりだ。職場に対する不満はないのだが、とにかく時給が安いのだ。飯のタレ。時給1013円ってのかな、気持ちもうちょっと上げてほしいところなんだけど。東京都の最低賃金は1013円。他の都道府県と比較すると高いのだが、欲を言えば1200円は欲しいと思ってる。1時間働いてソシャゲのガチャ3回分か。下田さん、お疲れ様です。おお田中さん、お疲れ様。この人は少し前から来ている派遣社員の田中さん。過去にアパレル関係のお店で勤めていた経験があり、その仕事ぶりはテキパキとしている。いやー、今日給料日ですね。ほんとこの日をどれだけ待ちわびたか。そうですね。そういえば派遣の人の時給っていくらくらいなんだろう。やっぱ派遣されている分俺より高いんだろうな。ただぶっちゃけ俺の方が長くこの店に勤めているし、この人よりはこの店に貢献してると思うんだけどな。こんなことをいきなり聞くのもなんなんですけど、田中さんって時給いくらなんですか？だいたい1500円くらいですかね。500円も違うってマジかよ。ところでせっかくの給料日ですし、よかったら飯食いに行きません？って下田さん、聞いてます？すみません、なんか今日気分がちょっとあれなんで帰ります。そうですか。じゃあまた今度行きましょう。はい、また。しかしアルバイトと派遣ってだけで時給500円も違うのかよ。業務内容なんてほとんど差がないのに。あれは藤川？おーい藤川、何してんの？いやいや、準備万端か？久しぶりに飲みたくなってな。たく、俺が断るって選択肢はなかったのか？ないな、俺の予定は無視か。そんじゃ乾杯。どうした、なんか今日はいつもよりテンション低くないか？今日初めて知ったんだけどさ、派遣の人と比べるとアルバイトの給料ってほんと安いんだなって。なんだか働きがいなくなってくるよ。おいおい、そんなに落ち込んでるなんてお前にしては珍しいな。そりゃ年中金欠バイトマンからしたら時給500円の差はでかいもん。しかし派遣ってだけでそんなに給料変わってくるもんかね。そもそも派遣社員って何なんだ？派遣社員っていうのは派遣会社に雇われている人のこと。派遣会社から別の企業を紹介されて、その派遣先で働いているんだ。派遣されるから派遣社員。そのままだな。さっき給与の話してたけど、派遣社員は派遣会社と労働契約を結んでいて、その給料も派遣会社から支給されているんだ。下田の店から派遣の人に直接支払われてるわけじゃない。なるほどな。つまりお店から派遣会社へ、派遣会社から派遣社員へ給料が支払われているのか。そうそう、そんな感じで派遣社員は雇用関係を結ぶ企業と実際に働く企業が違うっていう点が一般の社員と違うんだ。なるほど、少し整理できたわ。給料の金額は派遣会社によって異なるんだ。派遣会社自身が募集している派遣スタッフの時給を元にして、その比較で時給の提示がされている場合が多い。ふむふむ。その結果、下田のケースのようにアルバイトよりも高くなってしまうこともある。ふむう、派遣社員の給与の仕組みに関してはなんとなく理解したわ。ただ労働力としてはほとんど変わらないのにさ、なんだか不公平だな。そこはバイトよりも高い時給を払ってでも得られるメリットが大きいってことだよ。例えば、一つ目のメリットは足りない時に人を集められることだ。業種によって忙しい時期は異なるから、その時に補充できるのは利便性は高い。
確かに繁忙期のタイミングで人手を増やしたいってのはあるか。あとはこの日のシフトに人が全然集まらないとかって事態にも対応できるし、オープニングスタッフとしていつまでに何人用意してほしいとか店の都合で人員を計算できる点は経営している人からしたら安心じゃないかな。2つ目のメリットは人材のレベルだ。欲しいスキルを持った人材を派遣会社から派遣してもらうことができる。バイトだと全くの未経験からって人もいるもんね。そういえば以前に学生バイトの子で初日に来たっきり急に次の日にバックレて来なくなったりってこともあったな。確かにバックレのリスクも減らせるな。派遣会社を間に挟んでるから最悪来なくなったとしても派遣会社に責任取ってもらうこともできるしな。3つ目のメリットは給与支払いや社会保険料支払いなどの業務が不要ってことかな。なるほど、細かい給与計算とかの手続きとか省くことができるのか。それに求人を出すにもお金がかかるし、そうした費用も省けることは大きなメリットだろうな。ま、そんな感じで派遣社員の場合、即戦力を求められるからこそ給料もアルバイトより高いし、その労働環境に合わせやすいんだ。おお、なんか傭兵みたいでかっこいいな。ああ、一応言っておくけど、もちろんアルバイトが派遣に比べてレベルが低いとか責任感が薄いとかそういうわけじゃないからな。フォローありがとな。アルバイトとしての自信を失いかけてたよ。はあ、ありがとうよ。話してたら少し冷静になったわ。気分が晴れたみたいでよかったよ。じゃ、改めて飲み直すか。もう飲めないよ。やばい、遅刻だ。おい藤川、起きろ。お前会社は？いや、今日祝日だし休みだよ。お休み。かー、これだから土曜祝日休みのサラリーマンはよ。ということで俺は二度寝するわ。くっそ、人の家でくつろぎやがって。じゃあバイト行ってくるぞ。はいはい。よし、急げば間に合う。アルバイトに派遣、正社員、どの選択肢を選ぶにせよ俺の人生だ。ちゃんと道を見定めて決めないとな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。